ミルツイフターはエチオピアの陸上競技長距離選手、ミュンヘンオリンピックの男子1万メートルで銅メダルを獲得した。5000メートルにもエントリーしており、出場していれば金も期待されたが、最終コール時間に遅れて出場できなかった。次のモントリオールオリンピックでは5000メートル、1万メートルでの2種目制覇が期待されていたが、アフリカ諸国の大量ボイコットにより出場自体を、 余儀なくされた。35歳で迎えたモスクワオリンピックにおいて西種目制覇を達成した。この時、表彰式後のインタビューで、この金メダルは世界の若者とアフリカ大陸に捧げたいという言葉を述べた。その双方はレース中、常に後方に控え、ラスト3から400メートルのラストスパートでトップに立つという勝負に徹したもので、リフタースパートと呼ばれたが、 その双方のため世界記録には縁がなかった。1978年以降出場した国際レースでは1982年まで負けなしでヘンリー・ロノなどと並び70年代後半の最高の長距離ランナーの一人、ハイレ・ゲブレ・セラシェも自身の自助伝的 VTR の中で彼は僕のヒーローさ。彼の走りを見て陸上を始めたんだ。と語っている。 ありがとうございます。